はい、シローです。今回のニュースというのはね、ちょっと私も驚きの部分が大きいんですけども、まあ、タイトルからもね、分かるかもしれませんが、太陽光を自衛船と自己託送で地産地消ということなんですよねで。千葉県の大型リゾート施設でということで、まあ、全部ですね、自分のところで作った太陽光発電をですね、全部自分で使うと、そのために線も引っ張っちゃったよ。 まあ送電線ですよね。それを引っ張っちゃったよというところですよねで。リソルホールディングスが千葉県にある自社の大型複合リゾート施設に再生可能エネルギーの地産地消システムを導入。自衛船と自己託送を活用し、太陽光発電の電力を全て自家消費するとい,うということなんですよね。これすごいですよね。リゾート開発を手掛けるリソルホールディングスは大型複合リゾート施設、リソル生命の森。 千葉県長良町に太陽光発電の電力を自衛船と自己託装を組み合わせた地産地消エネルギーシステムを導入する設備工事を2018年10月から開始し2020年4月から運用を開始するよ計画だとはあもう着手してるっていうところですね今2018年11月なので,でリソル生命の森はゴルフ場ホテル医療住宅などのさまざまな施設を持つ リゾートコミュニティタウン、この施設内に再生可能エネルギー電源として主力1.2メガワットの太陽光発電設備を導入する発電した電力は約 1.3km の自衛船を通して日本メディカルトレーニングセンターに供給する JMTC で使い切れない余剰電力は季節の配電線を利用してゴルフ場クラブハウスで自己託送を行う これにより太陽光発電設備で発電した電力を全て自家消費する狙いだということで、もうこれはね、何を意味するかっていうと、フィットはもう当てにしてないってことですね。さらに、地産の生再生可能エネルギーを地称する設備として、貯油、蓄熱型のヒートポンプ供給湯器、これ、エネ、えー、ファームと似てますよね。電気自動車、EV を活用した重放電システムを導入し、エリア全体でのエネルギーマネジメントも 実施するということですね。はあ、これらの、ね、システムの導入より JMTC とゴルフ場クラブハウスの高熱費の三十一点四パーセントを再生可能エネルギーの電力で賄う。省エネ効果は化石燃料換算で年間三十三百八三十八キロリットル相当。まあキロリットルですからね。三千違うな三百三十三十三万。 8000リットルですよね。あかける1 0 0 0になるとね。今回のプロジェクトの総事業費は約5億円。地域の特性を生かしたエネルギーの地産地消促進事業に採択されており、一部に補助金を活用していると。ほう、これ、千葉県から出てるのかなちょっとよくわからないんですけども、まあ、補助金を使ったとしてもね、5億円で済んでるっていうのは結構いい投資じゃないかなと思いますよね。だから、これは、 やっぱりこの間のちょっと動画でもお話ししましたけれども化石燃料に頼らない企業 RE100 とかですね、あるいは SBT、えー、サイエンスベース、えー、ターゲットですよね。それに基づいた CO2 を削減するための設備、施設あるいは企業活動として注目されていくと思います。 まあこの自衛船というのは、ね、張り巡らせるのにはそんなにお金かかんないんだよというところでしょうね。ただ、法律的にどうなのかなというところまだね、これ31%ですから全部をでですね、これで賄っているわけじゃないというところですよね。で、おまけにまあ蓄熱施設ですよね、これは使っている貯油型のヒートポンプ。 は使ってるまあ、これは多分エ n a ファームだと思うんですけど、は使ってますが、水素まではね、導入してないなっていうところですよねで。使い切れてないものは全部そっちの方でやるのっていうところはあると思うんですけども、まあ、これにですね、えー、水素を使った蓄電システムですとか、もうちょっと大きな、ね、あの太陽光発電っていうのは別にあの取り入れることはできますよね。 ただ投資として見合わないかもしれないから、まだそこまではやらないよっていうところかもしれませんし、ちょっと実験的にね、そういうところをやっていくのかなというところもありますので、いや、これはね、なかなか面白いなと思いました。こういう総合的にちょっと近くにいろいろな設備を持っているような大きな会社、企業っていうのは、今後ですね、こういったところをどんどん取り入れてくるかなという形です。もう本当にですね、あの、投資のできる 会社あるいは企業というのが自衛でこう守るためにどんどんこういった設備を、ね、作り出すんじゃないかなと思います。やっぱり電力会社ですとか国の方策ですとかねそういったところに頼っていてはもうあの九州の例を見てるとですね、あのー、なかなか難しくなってくるでしょうしあのそうした時にですね送電網を断ち切る働きが起きるかもしれませんし地元民なんかもですね 自分でこう発電するあヤンリで発電するよなんていう風になってくるとですねますますこの電力っていうのはますまあだからね原子力どうなるのかなっていうところもそうですしまあ今特にですね化石燃料を使っている火力発電っていうのが非常に大きいところがまず問題になってきているのでまあ、天然ガスがメイン とはだってますけども石油にしろ石炭にしろねまだ新設しようとしてるわけですよ火力発電をいやーこれ何考えてるのかなって思っちゃうわけですよね、まあ、技術が発展してきてですねそれを使いたいっていうのは分かるんですけどあのそんなに世界に逆行してどうすんのっていう形ですよねで今ある設備だって、まあ、いずれは老朽化してね使えなくなってくるあるいは新設までいかないですけど 作り直す必それまでにですねあのどん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 こういった、まあ、企業が動くっていうこともそうですけど本当は後押ししてあげるぐらいのね政府の力っていうのは必要じゃないかなとは思うんですよそのために補助金を出した方がいいんじゃないかなと私は思うんですけどもなぜかねこう逆,行逆行した動きっていうのをう止める勢力っていうのはなかなかないのかなというふうに思いますね。 うんまあ、そこら辺はちょっとまだ事情として難しいかもしれませんけどこういう会社がどん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 全国的に、ね、増えてくれば、まあ、間違いなく送電網っていうものがですねそれほど使われなくなってきちゃうっていう形にもなってきますので、まあ、今後、ね、どれぐらいこういう会社が出てくるのかっていうのは、まあ、条件的なものも大きいですしね、まあ、資金的な面ですとか、まあ、難しい部分はあるんですけども ブロックチェーンでいろいろつながる技術というのもですね、どん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 出てきてますので、そこら辺がね、うまくこう調整されてくると面白いかなという気はしますね。はい。まあちょっとね、曖昧な部分がまだまだあるんですけども、会社自体、企業自体がですね、こう自己託装と自衛戦で、えー、自分のところのエネルギーを使い出したというところがやっぱすごく大きいと思います。フィットに頼ってないよっていうところですよね。はい。 えっと、まあ、こういったリソル、えー、生命の森というところですね、リソールホールディングスっていう千葉の会社がそういったことをやり始めたというニュースでした。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。